どうも、アスカナです。はい、始まりました。今回より新コーナー、お願い、いちごちゃんの始まりです。皆さんどうぞよろしくお頼み申します。いやいや、勝手に新コーナー作るな。いやだってほら4月やんか。いやなんか新しいことせなあかんなと思って。わかりました。じゃあお願い、いちごちゃんのコーナーお願いします。説明、はいどうぞ。説明していいの？はいどうぞ。電書鴨の白玉ちゃんがお届けしてくれるハガキの質問に私いちごやかなたがお答えします。はぁ、何また伝承鴨の白玉ちゃんの話。そうだって今白玉ちゃんにバイトしてもらっててさ。それでなんかバイト、うん、バイト、いやはがき運ぶバイトよ。それで今回お願いしたんよ。はあ、はいはい、あすかさん、まあ時間がもったいないので先進めますね。いい加減な進行なんやな。では最初のおはがきでーす。いちごちゃん、はじめまして。いつも楽しくあすかなトークを見ています。二人のコンビの良さは最高ですね。そこでお願いがあります。どうしても一度見てみたいものがあります。いちごちゃんとアスカくんでダブルギャル姫ちゃんをやってください。どうぞよろしくお願いいたします。ダブルギャル姫って何それ？早速リクエストですのでやってみましょう。イエーイ。かなた、かなた。何？ここは塩 99% のお部屋ちゃん。やらんでええやろ。いや、シャラ。いや、シャラップちゃうし。いや、記念すべきおはがき第1号やで。だからやるのわかんよ、絶対これ。出た出た、このパターン。ぐらぐらぐら、アスカ、ギャル姫ちゃんやるで、いくよ。いやいや、ちょっと待って待って、かなたまず、お手本見せてや。あ、俺がお手本すんの？うん。いくで。やっほー、ギャル姫だよ。今日はお友達のギャル姫子ちゃんも一緒なんだよ。おいで、ギャル姫子ちゃん。あんま変わってないや。早くー。いやいや、ちょっと、いや無理やって。早く、もう手上げ、お手上げ。無理やって。早く、無理。いやほー、はじめまして。ギャル姫子です。みんな、プチプチ元気？はぁ。プチプチって何やすか？いや、もうええねん。また見てね。チャンネル登録、よろしく。